はい、そして、2位は、赤チームでございました。赤チームもあんまり悪くはなかったんですけどね、ちょっと、はい。2位は何でしたっけ、商品？ないでしたっけ？2位は設定してないんで、心の安寧を手に入れました。あ、そうですね。ダメじゃないっていう。友達ができました。カルテツの一言お願いします。一人で3000個掘る気持ちでは来たんですけど、全然力及ばず2位で結果になってしまいました。申し訳ございません。楽しかったです。楽しかったです。はい、じゃあメンお願いします。いやー、持った個数だけじゃどうにも速さは賄えなかったようで、ベストは尽くしました。はい、ベストはね、はいはいはい、ありがとうございます。はい、僕は安定して惚れますとか大口を叩いたんですが、めちゃくちゃ毒蜘蛛にしばかれちゃいました。恥ずかしいです。はい、そして、惜しくも今回、ドベでございました。紫チーム、一言ずつお願いします。どこ見てんだよ。確かに、どこ見てんだ。よく見るな。おもろすぎる。楽しかったです。惜しかったんですけどね、2位には滑り込めそうだったんですけど、ちょっと焼き上がりの差ということで、個人的には1回だけ死んでしまったことがちょっと心残りですが、いや、知らない、知らない、知らない。申し訳ないです。1回死んでしまったのが本当に申し訳ないです。でかいです、でかい、でかい。ありがとうございました。じゃあ俺かな。初めてのね、この鉄掘り大会ってことで、ちょっと最初ね、ちょっともたもたしちゃったとことかもあったんですけど、まあ俺も1回死んじゃったんで、1回ね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 、ロスになってからね。あれがロスになったんじゃないかなって反省してますね。はい。でも死なないようにお互い気をつけよう。うん、気をつけようね。でも絆が深まったんでね、この3人で仲良く爆弾ハンバーグ食べに行くんで。市橋さんはなんか分かってないので、爆弾ハンバーグがまだ。僕としるこさんだけなのでね、爆弾ハンバーグ盛り上がってたのは。はい、そういう感じです。はい。僕たちは何回も何回も死にました。ただそれでも誰一人諦めることなく最後まで掘り続けたこと、胸を張っていきたいと思います。僕たちのこの鉄は僕たちの血と汗と涙の結晶だと思ってます。では皆さん、さようなら。シフトをしてると入れない。なんか何回も何回もってあれ？あれ？1回ずつ1回ずつって。何回も何回もっていう。何回も死んだ人。めちゃくちゃ死にました僕。きっかけたぐらいな。9番30分ぐらいだけで相当死んでたもん。ずっと掘っては死に掘っては死にをちょっと繰り返して、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない。一番僕は役に立たず終わりました。あんなに張り切ってたのに隊長。今日のこのメンバーで動画撮影もしておりますので、後日各チャンネルで動画が上がります。ぜひそちらの動画の方も皆さんチェックよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。トスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。